箱入り息子です。はい、というわけで今回は今僕一人でお酒を飲んでいます。このホロ酔いとかね飲んで、今回ね何をしていこうかなと思ったんですけど、普段やっぱり僕はだるがらみされるんですよ、メンバーに。そんな時に僕はふと思いついたんだ、だるがらみをしてやり返してやろうということですね。お酒を飲んで酔っ払った状態でメンバーに電話したらどんな反応をしてくれるのか、構ってくれるのかというのを検証していきたいと思います。やっぱお酒飲むときは酔ったふりなんてダメなんで、ちゃんと飲んでますよ。でも多分ね、ミナトとかコタラ辺はね来そうなんで、心配してくれそう。それを期待しましょう。それではやっていきましょう。せーの、いくぜ。はい、一人目開けていきたいと思います。あ、かかってますね。はい、もしもし。はいはいはい、なっちゃん。うん、かわいいね。なっちゃんかわいいね。え、ありがとう。かわいい、うん、え、なになになに、かわいい、さっちゃん。あ、ありがとう。かわいいよ。かわいい。俺かわいい、きょうちゃん。うん、だいぶかわいい。だいぶ、あ、あの一番かわいい。なんで、なんでさ、空は青いの？え、空？うん、なんで空は青い？それはあの、多分あの、あれだよ、水蒸気とかの関係。なんで空は、何これ何なんで空は青いの？それは、きょうちゃんが、うん、俺のこと好きなのと同じ。あー、そういうこと？そう、理由なんてないんだけど、当たり前みたいな、それが。今日一緒に寝よう。あ、いいよいいよ、いつも寝てるじゃん。これ内緒だけど。え、りょうが誰？りょうがだよ。あ、りょうが声違うなって思った。今気づいたん？あ、ごめん、なんかやばくないそれ。え、なんかさっききよちゃん一番可愛いって言ったけど、りょうがの方が可愛いよ。ふざけんなよ。ごめんごめん、りょうがの方が可愛い、間違えた。全部聞いてたぞ。え、ちょっと誰誰誰ですか？あ、俺、あ、そうなんだ、さっちゃん、かわいいね、今日も。うん。意外とさっちゃん、かまってくれましたね、めっちゃ。優しい、なんか。普段のさっちゃんって感じ、めっちゃ。でも、あんまりなんか、疑われなかったですね。俺がただただ変なやつみたいになったし。なんか、りょうがと勘違いしてるし。次、ちょっと、あの、泣いたふりして、電話かけていきます。切られたんですけど、向かいかけますね。やばい、出えへん。ちょっと待って。一回ちょっと後回しにしてますね。次の人いきますね。話聞いて。オッケー。りょうがはさ、うん、なんで空は青いと思う？なんで空は青いと思う？それは、うん、ふとした時に、うん、空を見上げた人が明るい気持ちになれるように青いんだと思う。うわー、かわいいね。意味わからん。本当に意味わかんない。なんか悩み事でもあるんでしょうか？最近さ、面白い話ができなくてさ、悩んでるんだよ。なんかリアルやそれ。面白い話ができなくて、ね、え、リアルってど、リアルってどういうこと？それ俺が面白くないってこと？どういうこと？じゃあどういうことそれ？それわけじゃない、なんかそれどういうこと？じゃあふざけるキャラじゃない？今地雷踏んだ？もしかしてボーン。ちょっと真剣に悩んでて、ちょっと夜中に電話して申し訳ないわ。夜中にそういうテンションじゃない、ごめん。そういうのじゃないよな。なるほどね。なんで笑ってんの？うん、すいません。笑い事じゃないんやけど。笑い事じゃないや、うん、じゃあ真面目に聞く。真面目にね。
ょっと面白い話してくんない？あ、じゃあイヤイヤヨゲームする？二人で歌ってあげるから、あの一個だけ言って。あ、オッケー、いくで、せーの、トゥトゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥ、イヤイヤヨ、枝豆の中からなるわ。枝豆の中から何やったんやろな、気になる、めっちゃ。じゃあもう一回ちょっとあのかけますね、すいません。あのき、やっぱちょっと気になる、やっぱ今の答えが。ごめん、ちょっとあの切れちゃった、それでやっぱちょっと悪かった、ごめん。ああ、OKOKOK。 いっぱいやっていい？うん、お願いします。はい、トゥートゥル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 、いやいやよ、枝豆の中からそう、聞きたいから、ちょっともう一回ちゃんと聞くから、ちょっと次はご遠慮が、ちゃんとほんまに。ちょっと待って、まあ、一つだけ言いたいことがある。どうした？まあ、あのね、辛くなったらさ、空見上げなよ。あの、みんなさ、人間って同じ空の下で生きてるからさ、辛いって思ってる人は一人待って、もうご遠慮が、え、あの、はい、あの、りょうがの枝豆の続きを聞いたらさ、元気になれると思うからもう一回やってほしい。絶対にちゃんと最後まで聞くから。え、じゃあ電波状況だけ確認してもらっていい？この流れだとね、切れるなんか予感するんだ。うん、大丈夫。絶対。電波大丈夫？大丈夫、大丈夫。はい、お願いします。せーの。トゥートゥルトゥートゥルトゥートゥートゥー。いや、いやよ。枝豆の中からビビダン。いや、いやよ。どういう意味が分かる？枝豆食べようと思って、さあ食べようって。じゃあ次に、あの箱入り息子のワンコに電話しますね。いいかな。はい。みやちゃん。怖。みやちゃん。え、怖すぎ。何してんの？漫画読んでるよ。漫画読んでんの？ヒロアカ読んでるよ。かわいい。はにゃ。あー、かわいい。今日もかわいいね。かわいいセリフ言ってほしいな。ヒロちゃんが言ってほしいな。ヒロちゃん今日も好きだよ。なあ。どうして空は青いの？怖いすぎる、この人。どうして空は青いかって？それは俺たちが白いからだよ。ちょっと意味わかんないな。面白いことしてほしいからさ。うわ、一番嫌いなフリーランスで俺が。いやいやゲームやるわ。いいよ。じゃあ、あの、湊が言ってな。うん。あ、行きますよ。いやー。せーの。てぃ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 。いやいやよー。いやいやよー。トイレに入ったらティッシュがなかった。普通にね、意外と。かまってきましたね。いちかくんからちょっと LINE が来ました。あ、電話かかってきてましたね。ちょっとじゃあいちかくん行きますね。ちょっといちかくんはジャルジャルさんが好きなんですよ。なのでちょっとあのこのジャルジャルさんのやってるおきたま面接ってやつがあるんですけど、それをちょっとやりたいと思います。多分乗ってくれるでしょう。はい、もしもし。もしもし。もしもし。起きてますか？起きてますよ。夜中にちょっとすいませんね、電話しちゃって。はい、すみません。何？あの、キンタマ面接を始めます。どうした？名前なんですか？おキンタマでかおです。僕のおキンタマはとてもでかいです。おキンタマどうおキンタマ人事部長ですよね。どうもよろしくお願いします。でもですね、僕のおキンタマの方があなたのおキンタマよりでかいので、困っちゃうなぁ。だからあなたの名前を聞いてるんですよ。え、だから僕の名前ですよね。おっさまでかおです。とっても大きいおっさまです。おっさまどーん。これダメ、これダメ。ちょっとあのね、すごすぎる。ちょっとあの内容がちょっと、これは多分横におったよな。あれ
小太郎が多分横におったんで、小太郎の笑い声がすごい聞こえてた。多分ね、小太郎と一川くんスマブラしてるんですよ、今。多分バレましたね、これ。バレたけど、多分、まあ、小谷は分かった体でやっぱり、電話をね、かけてね、どうするか。甘える系できますね、最後なんで。もしもし。もしもし。ちょっと構ってほしいな。何？構ってほしいな。構ってほしい？うん。どうやって？小太郎くん今日も可愛いね。え、どうした？小太郎くん可愛い？小太郎くん可愛いね。もう、まで顔で。もう、帰った。何？どこにいんの？小太郎さん、あなたの名前は何ですか？だから、おちん、おちんちじゃない。あでもこれ知らない人も多いで、ジャルジャルさんのネタだからね。すいません、じゃあちょっと石川さん乾杯します。なんでそんな飲み方しかできない。なんか普通にブク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 ブ